コーナーからバックストレッチ、誘導員をかわしていきます。3番の梶原です。ここで下がった5番の大内、大内は5番手に抜け出す形になりました。残り600の鐘。3番の梶原、後ろの様子を見ています。5番の大内は車を1人出して仕掛けていこうという体勢か。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周です。3番の梶原、ゆっくりとしたペースで先行していきます。4番の細川2番手、3番手には6番との下、後方から5番の大内の巻き返し、3番手から2番手一気に迫ってきた。3番の梶原も懸命に踏みますが、一気に先頭は5番の大内、後ろ1番の渡辺、さらには7番の本間と綺麗に関東勢で切りました。4番手以降は車間が空いていく。4コーナーから直線、5番の大内が先頭、2番手から1番7番追ってくるが、5番の大内が押し切りました。2着に7番の本間が最後。